おはようございます。おはようない、いいですよ。ごきげんよう。こんな感じですか。はい、木村さなです。よろしくお願いします。今日はこの後ガッツゴルフスタジアムみたいな、ガッツゴルフスタジオに練習に行きます。はい、でそこは恵比寿ガーデンプレイスの徒歩1分のところにあるので、その前に俺のベーカリーさんにお邪魔して水分補給をしています。はい、一応パンもね、ありますね。よろしくお願いします。はい、すごいごきげんようの挨拶が似合うこの傘、すごいな。ゴルフタイランドやん。いつも傘差します。傘差します。あ、やっぱ日焼けとかに気をつけてる。そりゃそうだね。そうですよね、白いですもんね。もう絶対に日焼けはダメです。え、他に日焼け対策してることあります？日向に出ない。ゴルフって夏は絶対焼けちゃうじゃないですか。え、傘さ、日陰じゃないですか。あ、まあ確かに。え、じゃあずっと傘、うん、基本は差してる。グリーン上でも差します。日焼け止めとか、うん、めっちゃ塗るの？いや、何使ってるの？日焼け止めは大していいやつ使ってないんですけど、うん、めっちゃこまめに1時間に1回ぐらい。え、1時間に1回やばいと思ったら、やばい日は、うん、そうぐらい。すごい。スプレー塗るやつ、あ、どっちも使って手ペタペタになるから。うん、そしたら、まあ、最終的には夕方ぐらいには塗り壁のように。じゃあウェアとかも結構長袖とか、あの、反射肌出さないように。暑くないですか？湿出ちゃうんですよ、肌が。まあ、強いはありますもんね、人によってね。そんだけ白いしね。でも白く塗ってますよ、やっぱり。本当ですか？白く塗ってます。今日練習着ですか？あ、そうです。あの、でも日常スタイルです。あ、日常そんな感じなんですね。うん、おしゃれはしない派です。いつもおしゃれじゃん。ね、おしゃれのイメージありますけど。いや、いつもそうです。あ、ジャージが多い。ジャージ大好き。へえ、まあ楽ですよね。なんかすごい気になってるんですけど、私そのバッグについて、それ何ですか？これはさっきから気になってたんですけど、ガチャガチャが趣味で。ガチャガチャが趣味で、食品サンプルも趣味なんですよ。だから食品サンプルのガチャガチャがあるとやるようにしてて、でこれは どこにあるの？いっぱいあるんですよ。ガストとかあるんですか？これはガスト。見たことない。ガスト、へー。ウィンナーですか？食品サンプルのガチャガチャ。え、それでもタコさんウィンナーではない。これはバリエーションがいっぱいあって、ガチャガチャなんで何が出るか分かんないじゃないですか。でそれでこうウィンナーシリーズだったりする、そのガチャガチャ。それでこれはカニですけど、あとクジラ。クジラ、クジラもなんか色がね2種類あって、カニも色が2種類。だもうちょっとあの皮なしみたいな白っぽいウィンナーの場合があるじゃないですか。クジラのイメージが。ああ、なるほどね。とかいうあるの、あれの、はい、昔から好きなんですか？食品サンプルについては多分掘っても何も出ない。いや、なんかちょっと興味深い趣味だなと思って。あ、でもなんか友達にこんなゴミ集めてどうするのって言われてからちょっと自制してます。将来の夢ミニマリストなんで。ミニマリスト、物を少なく生きたいんですね。人生いつ死ぬか分かんないから、身辺整理はしといた方がいいな。だからガチャガチャ言ったらゴミじゃないですか。そんな確かにミニマリストは持ってないと思います。持ってないと思う。そうね、処理に困るだろうし、サラが大事にしてた食品サンプルどうするみたいな。確かに。サラちょっとかわいそうだなと思ってやめてます。結構処分します。変わってますね、趣味が。ガチャガチャも変わって、生き残りです、これは。だから、あ、生き残り。バッグにつけてたバッグの一部として活躍してもらえたと思って。なるほど。しょうがないんだ。確かに。他になんか趣味とかあります？基本的にインドアなので、どこにも出ません。あ、家で？家で過ごす。過ごす。家でどういうことして過ごしてるんですか？本を読んだり。結構じゃあ文学。いや、読んでるだけなんで何も考察はしないんですけど。え、読んでなんか感受性を豊かにするみたいな。いや、何も目的はないです。読むだけ。ただ読んでる。考察はしない。好きな本とかあるんですか？あ、でもなんか村上春樹さんとか、石田衣良さんとか、あと金原ひとみさんとか、そういう暗い本が好きです。なんで？なんでなんですかね。でも多分こういう人いっぱいいると思います。暗い本が好きみたいな。別に暗くなりたいわけじゃないんですけど。性格的には暗い方なんですか？明るい方ですか？
よくわからないです。まあ、あったら明るいけどな、うん、明るいイメージはありますね、うん、一人の時はぼーっとしてる。かわいい感じ。あ、YouTube 好きです。 YouTube。 あ、YouTube。 それゴルフですか？あ、ゴルフも見るんですけど、一応。お笑い？何にも関係ないです。お笑い。美容とか？美容はそんなみたいです。あ、お笑いとか自分のがあるから。あ、他の人のは興味ない。なるほど。美容とか結構詳しそうです。好きですけどね、うん、友達と美容のお話するのは好きです。あ、うん、YouTuber だと全然関係ない人出てきちゃうので、その人が何食べて何して過ごしてるのか、うん、もうちょっと時間かけてみないとわからないから、うん、結局その化粧品がどうなのかっていうのがわからないから、読めないと思う、うん、ああ、なるほど。結局食べ物に出てくるじゃないですか、うんうん、肌とか。だから、使ってるものがどうとかがまた話違ってくるから、体質もあるし、うん、参考になる。まあでも身近な友達とね話したりするのが一番信用、ね、一番そうだね、できるね、できる感じはありますけどね。あ、でも半顔メイクとかの動画面白いですよね。ああ、半顔メイクね、確かに面白いですね。面白いですね。結局こんな変わるんだみたいになる。オチは、ああ、オチはね。 YouTube なんかおすすめありますか？なんでしょうね。都市伝説の YouTube とか。あ、出た。見ちゃう。好きな人は絶対何都市伝説って。なんかあるんですよ。こういう都市伝説があるっていうのを紹介してる YouTuber とかがいて、まあ、それをなんかラジオ感覚で聞くみたいな。見るみたいな。考察しないで。考察しないで。ただ、あ、そうなんだって思うみたいな感じ。YouTube って結構そういうコンテンツみたいなとこありますね。まあそうですね。話見できるみたいな。うんうんうん。やりながら。今回もこれ YouTube なんですけど。あ、YouTube なんですね。さなちゃんの日常を追う映像。ガチャガチャやってんのかって。ファンの人が今度からガチャガチャくれるかもしれない。言われそうなりたいな。何作れちゃダメ。そうだね、くれちゃダメだ。確かにミニマリストにはなれない。消えもんしかダメだね。確かに。本とかもらっても困る。ミニマリストになる本とかもらっても困ります。物増えちゃうから。ああ、そっかそっかそっか。ミニマリストになる本を買っちゃったらもうミニマリストではないよね。ないない、既にその地点でない。ちょっと哲学的になっちゃうけど絶対そうだと思う。確かに。だから、あの、収納するために収納家具を買うみたいな、うん、ああ、それよくないじゃない。あ、確かにね。え、今もう少ないの物は？いや、だいぶ減らしたんですけど、それでも多いです。本が多い？いや、本は、うん、もうないね、うん、ゴルフのウェアとか、なんか小物とか結構多いですよね。ゴルフウェアも極論、うん、今スポンサーしないので、うん、白、黒、コーン、グレー4色上下あればいいんじゃないかっていう。そしたら獅子16パターンできるから。あ、まあ確かに。月、毎月16回ゴルフするとしても同じコーデにならないからいいんじゃないかっていう。なるほど。なるほど。え、ゴルフウェアのなんかこだわり的なのあったりするんですか？どういうのが好きとか。機能性と。機能性重視。あと、その他自分の手持ちのやつと合うか合わないか、うん、組み合わせとか。結局もったいなくなっちゃう。まあ確かに。これでしか着れないみたいな。え、結構じゃあシンプルなのが多いですか？無地、無地ばっかり。あ、無地ばっかり。なんか殺し屋みたいな感じ。あった時、そうそう、あった時全身黒だったみたいな。あ、マジですか。確かに。でも最近明るいよな、色。一応気にして数少ないピンクのやつをしてインスタとかに上げてる、うん、さあ、なんかみんなも気づいてきてるみたいで、うん、いつもと違うみたいなコメントが。それで街中歩くの。え、守ってくれるか。得意料理は、うん、しょっぱいもの、茶色いもの。ちょいちょい闇が見える。あれ、あ、こんな笑顔なの。そう、くらいね。今日はここまで。皆さんにお願いがあります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。番組では公式インスタグラムもやってます。皆さんぜひぜひフォローしてください。こちらじゃん。
してください。それではまた明日もお会いしましょう。バイバーイ。